六、老人は適宜に外出するものなり。晩になってジャンバルジャンは出かけた。コゼットは身なりを整えた。まず一番よく似合うように髪を結び、それから一つの蝶衣をつけたが、その襟は一ハサミだけ余計に切ったもので、そこから首筋が見えていて、若い娘らがいわゆる少しだらしない、 と称するものだった。しかし、それは決してだらしないものではなくて、何よりもまず、かわいいものであった。彼女はなぜとも自ら知らないで、そういうふうに身じまいをした。彼女は出かけるつもりだったのかいな。彼女は人の訪問を待っていたのかいな。薄暗くなって、 彼女は庭に降りて行った。トゥーさんは後ろの中庭に面した台所で用をしていた。コゼットは低い枝があるのを時々手で払いのけながら木の下を歩き出した。そして彼女は腰掛けのところへ行った。石はまだそこにあった。彼女はそこに腰を下ろし、優しい白い手を石の上に置いた。 あたかもそれを撫でて礼を言ってるかのようだった。と突然彼女は誰かが後ろに立ってるのを目には見ないでもそれと感じられる一種の言い難い感じを受けた。彼女は振り向いて立ち上がった。それは彼であった。彼は帽子もかぶっていなかった。色は青ざめ、痩せ細ってるようだった。 その黒い服がようやく見分けられた。うすらあかりはその美しい額をほのじろくし、その目を暗くなしていた。例えようのないしめやかなもやの下に、なんとなく死と夜と思わせる様子をしていた。その顔は暮れてゆく昼の明るみと、消えてゆく魂の思いとで照らされていた。 それはまだ幽霊ではないが、もうすでに人間ではないように思われた。その帽子は、やぶの中に数歩のところに投げ捨ててあった。コゼットは気を失いかけたが、声は立てなかった。そして、引きつけられるような気がして、静かに後ろに下がった。彼の方は身動きもしなかった。彼を包んでる、 ある悲しいなふしがたいものによって彼女ははっきりとは見えない彼の目つきを感じたコゼットは後ろに下がりながら一本の木に行き当たってそれに寄りかかったその木がなかったら危うく倒れるところだったその時彼女は彼の声を聞いた実際彼女がまだ一度も直接に聞いたことのないその声であって ようやく、この葉のそよぎから聞き分けうるくらいのささやくような低い声だった。許してください。私はここに来ました。私は心がいっぱいになって、今までのようでは生きてゆけなくなりましたから、やってきました。あなたは私がこの腰掛けの上に置いたものを読んでくださいましたかあなたは私をいくらか覚えておいでになりますか 私を怖がらないでください。もうだいぶ前のことですが、あなたが私の方をご覧なすったあの日のことを覚えておられますかリュクサンブールの園でグラディアトールの立像のそばのことでした。それからまた、あなたが私の前を通られたあの日のことも。それは6月の16日と7月の2日とでした。 もうやがて一年になります。それ以来長い間、私はもうあなたに会うことができませんでした。私はあそこの椅子番の女にも尋ねましたが、もうあなたを見かけないと言いました。あなたはウエスト街の新しい家の表に向いた4階に住んでおられました。よく知っていましょう。私はあなたの後をつけたのです。 他に仕方もなかったのです。それからあなたはどこかへ行かれてしまいました。一度オデオンの狂楼の下で新聞を読んでいましたときあなたが通られるのを見たように思いました。私はかけて行きました。しかしそれは違っていました。ただあなたと同じような帽子をかぶった他の人でした。それから 夜になると私はここへやってきます。心配しないでください。誰も私を見たものはありませんから。私はあなたの窓を近くから眺めたいと思ってやってくるのです。あなたを驚かしては悪いと思って足音が聞こえないようにごく静かに歩くことにしています。千夜はあなたの後ろに私は立っていました。 そしてあなたが振り向かれたので逃げ出してしまいました。一度はあなたが歌われるのを聞きました。本当に嬉しく思いました。あなたが歌われるのを雨戸越しに聞くことが何か邪魔になりますでしょうか別にお邪魔になりはしませんでしょういいえ、そんなはずはありません。全くあなたは私のエンゼルです。 どうか、時々私に来さしてください。私はもう死ぬような気がします。ああ、私がどんなにあなたをお慕いしているか、それを知ってさえいただけたら。どうか許してください。あなたにお話ししてはいますが、何を言ってるか自分でもわかりません。あるいはお気に触ったかもしれません。何かお気に障ったでしょうか おお、お母様、と彼女は言った。そして今にも死なんとするかのように身を支えかねた。彼は彼女を捕らえた。彼女は倒れかかった。彼はそれを腕に抱き取った。彼は何をしてるか自ら知らないで彼女を必死と抱きしめた。自らよろめきながら彼女を支えた。 頭には煙がいっぱい満ちたかのようだった。線香がまつげの間に散らついた。あらゆる考えは消えてしまった。ある敬験な行いをしているようにも思われ、ある冒涜なことを犯しているようにも思われた。その上彼は自分の胸に感じるその麗しい夫人の体に対して少しの情欲をも抱いていなかった。 彼はただ愛に我を忘れていた。彼女は彼の手を取り、それを自分の胸に押し当てた。彼はそこに自分の手記があるのを感じた。彼は口ごもりながら言った。では、私を愛してくださいますか彼女はわずかに聞き取れる息のような低い声で答えた。 そんなことをご存知なのに。そして彼女はその真っ赤な方を崇高な熱狂せる青年の胸に埋めた。彼は腰掛けの上に身を落とした。彼女はそのそばに座った。彼らはもはや言うべき言葉もなかった。空の星は輝き出した。いかにしてか。 二人の唇は合わさった。いかにしてか、小鳥は歌い、雪は溶け、バラの花は開き、五月は輝きいで、黒い小立の彼方、打ちるう丘の頂には、明け物の色が白んでくる。一つの口づけ、そしてそれはすべてであった。二人とも身をおののかした。 そして暗闇の中で互いに輝く目と目を見合った。彼らはもはや冷ややかな夜も冷たい石も湿った土も濡れた草も感じなかった。彼らは互いに見交わし心は思いに満たされた。我知らず互いに手を取り合っていた。彼女は彼に何も尋ねなかった。 どこから彼が入ってきたか、どうして庭の中に忍び込んできたか、それを彼女は思っても見なかった。彼がそこにいたのは極めて当然なことのように思われたのだった。時々マリウスの膝はコゼットの膝に触れた。そして二人は身をおののかした。長く間を置いてはコゼットは 一二言口ごもったつゆの玉が鼻の上に震えるように彼女の魂はその唇の上に震えていた次第に彼らは言葉を交わすようになった満ち足りた沈黙に次いで一出がやってきた夜は彼らの上におおらかに輝き渡っていた 精霊のごとく清らかな二人は、互いに全てを語り合った。その無双、その浸水、その歓喜、その空想、その承知。遠くからいかに慕い合っていたかということ。いかに憧れ合っていたかということ。互いに会えなくなった時、いかに絶望に陥ったかということ。 彼らはすでにもうこの上進もう得ない極度の親密さのうちに、最も深い、最も秘密なものまでも互いに打ち明けあった。幻のうちに率直な信念を抱いて、愛や青春やまだ残っている子供心などが彼らの頭のうちにもたらすすべてのものを互いに語り合った。二つの心は互いに溶け合って、 一時間と経つうちに青年は若い娘の魂を得、若い娘は青年の魂を得た。彼らは互いに心の底の底に入り込み、互いに見せられ、互いに幻惑した。すべて住んだとき、すべてを語り合ったとき、彼女は彼の肩に頭を持たして、そして尋ねた。 あなたのお名は、マリウスです、と彼は言った。そしてあなたは、コゼットと言いますの。